にちは。こんにちは。今日はですね、お尋ねいただいたんですけど、はい、結構ストロークでもやっぱり年齢層とか性別によって違いがあると思うんですよ、はい、その方なんですけど、ちょっと女性の方でちょっとパワーがない、はい、でもやっぱりこう打ち合うにつれて、やっぱり今まではパワーである程度ボール飛んでたのが飛ばなくなってきた、はいはい、なんかそういう方に向けて、なんか今後のストローク、どのように進化させていったらいいのか、戸田コーチが考えることがあればぜひ教えてください。はい、まあ、パワーに対してこうパワーで対抗するっていうのは、やっぱりちょっとこう体格だったり、まあ、若くないとか、あとはもう男性女性でも結構違うと思うんで、まあ、そこら辺をいかにこうパワーに頼らずに工夫して相手を倒せるかっていうのを考えていけばいいので、まあそういった面でちょっといくつか言えればいいと思います。はい、じゃあこの後よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、まあパワーのある人に対して自分がパワーがないってなった時に、まずまあ多分これはもうみんなそう思うんですけど、やっぱりまずは第一はコントロールの練習ですね。ボールに対してきっちり自分の思った通りの、まあ、深さだったりコース、あとは高さ、球種、まあいろんなコントロールあると思うんですけど、そういったコントロールっていう意味をしっかり、まあ、重視しながら練習、テイクバックでこう大きく引くとか体使うっていうのはやっぱりしんどくなってくると、こういうちょっとテクニック系の処理も必要になってくると思いますので、こういったボールに対してラケットどう当てるかとか、まあ球種もそうですね、ちょっとスピン系でしんどければもちろんスライスで全然いいと思うんで、スライス系でこう低いところで打たせる、これはもうパワーはそんなに必要ないと思うので、そういったところを重視していければいいかなと思います。はい、まあコントロール重視ってことで、こう相手にとって嫌な球を送るっていうのはまず大事だと思うんですけども、あとはポジションですよね。ポジションがしっかりこうちょっとやっぱフットワークがあったりとかあれば、もちろんこう下がった状態でベースラインを後ろでこう頑張って走ったりとか横に走ったりっていうのはできればいいんですけども、そこら辺もやっぱりパワーのある人は相手にしたら結構しんどいんで、私よく言うのはここら辺ですよね。デッドゾーン結構うまいこと使ってあげるといいかなと思います。こうベースラインとサービスラインとこの間のエリアですね。基本的にはあんまり立っちゃダメですよっていうふうに言うところなんですけども、ボールに対してこのデッドゾーンをうまいこと使って、例えばパワーのあるガツンってきたボールに対して下がろうとすると大変なんで、ここはもうタイミングでパパーンってこう打っちゃうんですね。こう、まあ、もちろん深い球だったらノーバウンドでカットしちゃっても全然 OK なんで、ここのエリアをちょっとうまいこと使えるとかなり楽になるかなと思います。でここ、まあ、テクニック的なもんところで相手をしっかりコントロールできれば、ポジションもここら辺もしっかりうまいこと使う、でうまいことここで処理できたら、そのままマイクボレーにこうするっていうのができると思うので、これもしっかりうまいこと使えると思います。何回か打ってこういろんなところに散りばめたんですけども、こういう、まあ、今、まあ、パワーのないっていう前提なんで、球のスピードは少しゆっくりなんですけども、こう高さを変えたり、こうスライス球種変えたり、短く打ったり、まあ、ストレートのロブ打ったりって結構いろんなパターンって変わると思うんで、一番多分使いやすいのはスライスかなと思うんで、相手のパワーのあるボールに対して、まあ、スライスでこうさばいてあげると、相手としては結構チリなんです。結構これはよく聞くと思うんで、相手がこうやって低いところで打つような形に仕向けてミスをさせるってことですね。まあ自分から決めにバチッて打ってるのはミスをさせるようなイメージを沸かせてあげるといい。
形で今ちょっと立ち位置変えて打ってみたんですけども、まあ、いわゆるデッドゾーンですね、まあ、であの立っちゃいけませんよってよく言うんですけども、ちょっとここをあえて少し使ってみることによって、まあ、自分がそんなに走らなくて済むんで、あとはノーバンカットとワンバンさせるっていう、まあ、いろんなパターン出せると思うんで、ここも結構うまいこと使えれば相手としては結構嫌な感じがすると思います。自分でこう準備早くして、パワーがない分ちゃんと自分の体勢が崩れないように打つっていうのが前提だと思うので、しっかり体勢をちょっと打つためのテイクバック早くする、あとは球種を少し変えるなりコース変えるなりはその余裕を作った上でできると、かなりあのこれがギリよくあるパターンとしては、バウンドした時にスッと引こうとしたっても打つのだけで精一杯になっちゃうと大変なんで、相手がいくらパワーのあるボールでもちょっと余裕を持って返せるようにこう準備ができれば相手の力に負けなくなるんです。あとはこうさっきのデッドゾーンですね、この立ち位置をやること変えることによってこう相手のボールに対してのリズムを変えたりしてあげて相手の体勢を崩すってことになります。だから相手にミスらせるんですよね。それをちょっとやってみたらいいかと思います。ありがとうございます。やっぱりパワーがなくなってね、やっぱりある程度プレースタイルを変えるっていうのもね、なんだ最初違和感あるかもしれない、それも楽しみのね、人だと思うのね。結構いろいろやってみて、うん、なんだけど、あ、これやりやすいなとか、これがちょっとさすがにできないな、多分いろいろ出てくると思うので、うん、やってみないことには、分からないと思うので、いろいろやってみた方がいいと思います。はい、いろいろやって楽しんでいただければね、そうですね、思います。では、トラコーチ、本日はありがとうございました。ありがとうございました。